はい、どうも、ケツモチです。はい、どうも、ケンさんでございます。というわけで、速報なんですけど、去年もあったんですけど、エナッチ総選挙2017がまたまた開催ということで、おめでとうございます。まあなんか、そんなにさ、大々的なやつじゃないと思いきや、ちゃんと楽曲もできたりとか、去年で言ったらそれこそ NGT メンバーリカちゃんとか、あとはマホホンとか入ったりしてるし、まあ、曲、MV、あとは去年は写真集が出たりとかね、で配布イベントとかもあったりしたけど、今年はなんと劇団ということで、劇団ってことは演技をやるのかな、そうね、すごくね、劇団だもん、すごいよね。まあやっぱその中で言うと、去年入ったNGT メンバーが今年もランクインすることができるのかっていうところと、まあ、こればっかりでね、レナッチ総選挙なんで、独断と偏見じゃないけど、レナッチの可愛い選抜だからさ、そうですね、その辺がどうなるのか気になるところではあるけど、あとは何と言っても、まあ、レナッチ総選挙といったら夏みかんなんですよ。夏みかんはね、ぜひ入ってほしい。そうね。俺なんかなんだかんだ言ってやっぱ好きなんだよね、結構うちらも話に出るもんね。そう、田中夏実さんにはぜひレナッチ総選挙で頑張ってほしいなと。そうですね、劇団ということでね、多分夏実さんね、結構 HKT のさ、ライブとかでも寸劇みたいなのあるんだけど、いつも面白いんですよ、なのでその辺ぜひ見てみたいんで、そうですね、ちょっとね、まあ、まだいろいろ情報解禁これからだと思うんで、ちょっとこれからに期待して、レナッチ総選挙待ちたいなと。前回写真集だから、まあ写真集かぐらいだったんだけど、劇団ってなると、ちょっともうちょっと規模がでかくなるじゃん。そうだよね、だからちょっと気になるなと思って。NGT メンバーもぜひ入ってほしいですね。はい。はい、というわけで、レナッチ総選挙今後の動向を期待して待ちたいなと思います。はい。おります。おります。動画見ていただきありがとうございます。概要欄の中から他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。ゲーム実況もやってますので、そちらもぜひ。それではまたお会いしましょう。バイバイ。